怪奇旅団のキングですが、どんなキャラかというと、攻撃をしなくなる。しろよって話だけど、攻撃、この本人、主人公自体は攻撃をしませんよと。で、主人公のダメージ、攻撃速度、衝突ダメージ、回心率、発射弾数が仲間全員に適用される。ショップでレベル2の仲間が直接販売される。仲間の体型プラス20%、モンスターの数30%。仲間の体がでかくてモンスターの数多いよと。で、ショップでレベル2、同じ仲間を3体揃えたら、だから合体して、ちょっと強くなるんだけど、それがだけ1回行われた状態で販売、直で販売されるってことだろうね。普通はだけそのレベル1しかないってことだろうな。で、特徴としては、主人公のダメージ、攻撃速度、衝突ダメージ、回心率、発射弾数が仲間全員適用されるだから、だから主人公をバフしまくっていけば、ついでに仲間もガンガン強くなると。で、主人公自体は攻撃をしないので、まあ、守ってもらう形になるね。で、結構面白いよ、このキャラ。で、一応難易度もうクリアしとるから、ちょっとやってみるわ。でかいっしょ、仲間が。この王様よりでかい。で、まあ、自分とこの頭突きみたいな、これはできる。で、通常、主人公キャラは、弾を発射するんよ。と、なんか同じ感覚で。で、それがないっていうのが、攻撃しないってことね。そういう意味だと思う。で、基本的には仲間に守ってもらうことを考えないといけないから、仲間をしっかり増やしていきたいのと、自分をバフすることによって、仲間もバフ、同時にバフできるっていうことなので、まあ、しっかりバフしていくと。あ、で、ヒットポイント回復。そう、あと自分が死んだら元も子もないから、ヒットポイント回復、鎧、で、回避率。そのあたり、あとヒットポイント上限とか。そのあたりもしっかりと、取っておくと安定しやすいですよと。まあ、自分が死なないことが本当に大事だよね。だって仲間の数をちゃんと増やしていくっていう。まあ基本的なことではあるんだけど。で、ヒットポイント回復ほんと大事よな。今ちょっと下ったけど、これ自動的にちょっとずつ回復していくから。で、仲間だけではどうしても自分を守りきってくれない時もあるから、そういう時はこの頭突きで、なんとか対処するしかない。結構危ないね、一人。とりあえず仲間の数増やしていかないとどうもなんないから、最低限買って、で、コインちょっと温存してにしようか。仲間はしっかり強い。この仲間の武器いいね。敵を吹き飛ばす能力があるんじゃない？ノックバックしとるよね。黙って、やばい、危ねえ。うわ、買えねえ。 ちょっと待って、仲間が買えないとコインも増えない。いや、仲間増やす、やばいな。やり直した方がいいかもしれない。コインが増えないと何も進まないから。危ない、危ない。 ちょっと最初コインの運用があれだったな。ちょっともう一回やるわ。仲間最初のうちにちょっと増えなかったのが敗因だったね、今の。とにかく仲間を最初の段階で増やすとかなきゃいけないな。バフよりそっちだな、最優先だな。なんかそうやって一回一回なんか、あ、こうした方が良かったみたいな考えながらやるのがこれ系楽しいよね。
で、これもちょっと1回全部我慢し、いや欲しいけど全部我慢してためよう。一旦仲間増やさんと本当にどう、てかなんか敵からこういうのが落ちにくい気がするんだけどな。あ、そうでもない、倒せてないから、なんか敵硬くね。でも俺バフしたかったからかな、すでになんかすげえ硬いよな、倒せてないもんな吹き飛ばせてはいるけど。よし、 OK、 でかい、この一人目がでかい。これ貯めておこうかな、だいたい100ちょいかかる。うわー、これ欲しいけどちょっと仲間増やさんとダメだな。一人から二人になったのは相当でかい。でしかも一人目のあれがなんか持ってる武器がさ、なんかノックバック用みたいな武器だから、こいつの武器いいね。こいつそこそこダメージ出るやつ持ってるから、あ、ま、バカ、このあいつ危ね、危ねえな。オッケー、あ、でも100まで届いてない。ヒットハートによるか。回収範囲これいっとこうか。ちょっと仲間の数が増えないな。なんか普段こんなもうちょっとスムーズにいける気がするんだけど、なんか今日良くないね。あ、でも普段あれかな、あんまりなんかその今日はいいねとか悪いねとか考えずにさ、一人の時ってやるからさ、実はこんなもんなんかな。よし、いや高えんよ仲間が毎回よ高えって。ちょっとさっきのあのコイン残したら増えるあれがあるから残しとこうか。なんだっけ、戦闘開始時に所持、現在所持してるコインの 20% 分のコインゲットする、だからこれで、あ、増えたね。200ちょい持っとかんとちょっと仲間買えないな。ヒットポイント回復ないからちょっとやばいのこれ。なんていうの、ハンマーみたいなやつ持ってるやつがさ、こっち向きに敵飛ばしてきたときにすげえ危ないんだけど。守れお前ら、守ってくれ。危ない、危ねえ、危ねえんだわ。あ、こいつ回復よね。こいつ吹き飛ばすと主人公のヒットポイント2回復、回避率ありがてー、まあ、8か。あの自分のバフとか全然やらずにここまで来とるから危ないよね。これ反射、主人公のも反映され、反射も反映されるのかな。あ、いや、ここに含まれてないから主人公の反射は反映されないか。で、買っても意味ないか。やっぱヒットポイント回復がない。危ないぞ、あの回復するやつこっちに来い。やっぱ死ぬ、いやお前こっち来いよダメだこいつ安定しない。クリアできたんだけどね、安定しないねこいつ特に。もう一回やろう。あ、武器、持ち武器変わった、よし。あ、そっちの方がいい、あ、そっちの方がいいわ。あ、そうか、仲間の武器も違うから。あ、この武器いいね、それもあるのか、めっちゃいいやん。
なんさっきのあのおもちゃみたいなハンマーは舐めとったんか。あれは最初から本気出せ最初からやればできる子なんだから、最初から本気出せ。これ所定やっぱ貯めといとった方がいいよね。運が良ければ100ちょいで買える仲間もいるのか。いや、この武器ならコイン取れるわ。あの攻撃範囲もなかなかあるし。待て、いやでもあの赤いやつは一発じゃ無理なんだな。回数が出たら一発か。吹き飛ばした方が強いな。これ吹き飛ばした後に自分が一人にされた時にちょっと危ないね。あ、これ良かった気がする。買っていいかな。回避率、いやもう買っちゃうか。悪魔攻撃速度プラス2か。主人公のでも俺回復ないんよね。死ぬかな、やばいかな。ちょっとこう一か八か言ってみるか。このヒッ、ハート8って書いてあるやつは自分のヒットポイント8、最大ヒットポイント8減らして買うことができるんよ。かなりじゃけハイリスクハイリターンではある。いったるか。こいつさっき回復したい時になんか反対方向に進んでいってたからな。あ、条件ありがて。まずヒットポイント回復と鎧回避率はちょっと漏れてる。この悪魔強いのかな。いや攻撃範囲狭いね。吹き飛ばして使えるかどうかぐらいか。待って、あ、でもなんかあれだね、なんか爆発みたいなの起こしてんね。バカ、5秒長い。あぶねー。なんか攻撃速度こいつめちゃめちゃ遅いけど、なんか爆発みたいなの起こしてた。いや、こっからヒットポイント12持ってかれたら終わるよな。仲間欲しいけど、ドリンク購入するときヒットポイント上限プラス1、これはありがたい。もうちょっと安い仲間いないかな。あ、これありがたい。もうこれ取るか。ヒットポイント回復プラス4、次の戦闘で鎧マイナス10。これもね、乗り切ればね、メリットしかないんよ。乗り切れるかな。まあ、ヒットポイント回復は絶対いるから。こんな駒安いよね。よし、これバフすることによって、あ、もともと旅団全体か。よし、これでだいぶ仲間の攻撃力とかも上がってんじゃないかこの、 あのピンクのやつガンガンいくな。体当たりでしかも倒してる。このこいつを吹き飛ばすことによってまとめて、よし、ちょっと安定してきたぞ。鎧ありがたい、ダメージありがたい。うん、ドリンク購入したときパターンか。近接回信、ちょっともうちょい仲間増やしたいけど、あ、これ買えない。鎧、今鎧2のヒットポイント回復4の回避率中。あれ、なんで今これが爆発した。悪魔のやつね、買うときヒットポイント持ってかれるから相当痛いけど、
馴染んでしまえば心強いな。うわ、こいつ欲しいな。回避率、あ、回収コインしっかり取れ、あ、馬鎧、よし。安い仲間もちょっといるね、時にはちょっとだけいますね。結構悪魔頑張ってんじゃん。なんかめっちゃやる気出してんな。てか離れてる敵にもなんか悪魔攻撃できてる。めっちゃ攻撃範囲狭いと見せかけて。オッケー。あ、合体か。よかろう。衝突ダメ、全体に、全体にか。回避率、いや、いったるか。全体に行こう。仲間高っまああのー、あれ、まあ、レベル2の仲間だからね、メリットは大きいかな。してますね、ノックバックしてたよね、あはは。そう、あのハンマーみたいな、あの最初の持ち武器が良くなかったよね、あいつ。最初から本気出せよって、おもちゃ持ってくんなっていう。合体したやつこいつ強いぞ、絶対めちゃめちゃ強いぞこいつ。範囲広、あのピコピコハンマー持ってたあいつとは思えんな。最初からちょっと槍を持ってきた時から本気度をちょっと感じたから、こいつと合体したことによってパワーアップしたな、覚醒したな。最初からその本気を出すよ。なんかこいつ目回ってるけど爆弾持ってんな、めっちゃ爆弾投げてる。なんか仲間に狂気を感じる。500たっけー、500よ単体上限。爆弾投げてる大丈夫かこのパーティー。悪魔もおるし、なんか変な動物に乗っ取るやつおるし、爆弾投げとるし、馬は走り回りおるし。なんかシャボン玉みたいないっぱい投げおるし。なんか敵の攻撃なんか自分のあの当たっていいやつなんか判断難しくなってるね。間違えた、これ吹き飛ばす方向間違えると。たっけー仲間。攻撃速度いくかな。主人公、あれ主人公って攻撃今1になってるけどしないのかな。攻撃速度、攻撃速度速い方がいいな。ヒットポイント回復はありがたい。鎧、あ、これありがたいね。こいつも100か。なんか切れてない、なんか怒ってないあいつ、謎の生物。あ、息がいいな。
危ない。いや敵がこうめちゃめちゃ硬い敵がガンガン出てくるんだけど。頑張れ、頑張ってくれ。待て、お前が頑張ってくれ。やばい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 、これ気抜くと一気に一気に全滅、一気に全滅あるぞこれ。危ねえ。モンスターを引き寄せてさらに衝突ダメージアップ、弾の大きさ 100%、 攻撃速度前、仲間の攻撃速度全員ってことかな。弾によるモンスターの貫通数プラス100。嘘やろ。え、弾によるモンスターの貫通数プラス 100? あのシャボン玉みたいなやつ、買うんですね。すごい高いですね。そう、何を買って何を買わないかが難しいの。690、鎧は下げたくない。ダメージいくか。回心率上げたい。鎧はありがたい。鎧意外と上がってないで、今ウェーブじゃ、これ最後だ。待って、待って、危な、やった、危ねえ、今一気に持ってかれるとこだった。危ない、回復が危なかった。あの死にかけたら音がすごくなんかこもるんよ。危ねえ、これでも油断すると今でも今からでも危ねえな。いや本当に結構ダメージが、いけた、はあ、まあ、難易度5クリアできるね。できるけど一発ではなかなかいかれないね。10、悪魔が15万とかダメージ出してる。最初から言った騎士が139,000、王様自体は17,000とか。あの二人が、悪魔の存在相当でかかったんだな。買ってよかったんだな。OK、こいつもキャンディーがもうマックスまでいったね。じゃあ、他の、まだなんかあのアーカイブとして残してないけど難易度5裏でクリアしましたよみたいなやつ、ちょっとこいつ行ってみようか。ちょっとアーカイブ切り替えるわ。